皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。スカイレディース ABC 杯2日目、25日、ABC ゴルフクラブ、兵庫県、6645ヤードパー72。2週前のプロのドラコン上位3人の飛距離、写真。大会特別協賛、スカイ株式会社、の YouTube 公式チャンネルにて入内目が池越えの名物ホール、18番パー5で全選手のティショットがライブ配信された。 118人による「ドラコン」はアマチュアが3位までを独占。トップは311ヤードを飛ばした近代1年の奥夢で、2位は同じく近代4年の江川鈴の295ヤード、3位には7月の関西ジュニアを制した兵庫、松陰高1年の後藤愛が294ヤードで続いた。プロでは4位の森綾乃の279ヤードが最高で、 ボイは松田鈴江の275ヤードだった。プロの試合は初出場だった15歳の後藤は、最初はめちゃくちゃ緊張して、自分のプレーができるか心配だったとコメントは初々しいが、一番得意なクラブというドライバーを握れば、プロを圧倒し続けた。18番は、8割くらいの力で振ったとフェアウェイのど真ん中に着弾。 残り175ヤードの2打ち目を6番アイアンでピン左1.5メートルにニオンさせ、イーグル逃しのラク,ラクバーディ。トータル1アンダーの30位で決勝ラウンドに進んだ。ティショットをマン振りしなかった理由は、方向によっては約310ヤード前後で前方の池に入るから。恐るべき15歳は、飛ばそうとかは全く思っていない。何も考えずに振っているだけですとさらりと話した。 神戸市出身で、ゴルフ好きの父、和弘さんに練習場について行ったのがきっかけで、3歳からゴルフを始めた。小学5年の時には、ツアー通算5勝の穴イラララの師匠を、石井雄二プロの指導を仰ぐようになって、テンプの際が一気に開花した。最初の頃は体も小さく、全然飛ばなかったと話すが、1年間で10センチ以上も伸びた中学時代に飛距離もぐんぐんと伸びた。 身長が165.5センチとなった現在のドライバーの平均飛距離はキャリーで掛け根なしの260ヤード前後。ヘッドスピードは45メートル毎秒、ボール初速は65メートル毎秒を優に超える。データ的にはツアー屈指の飛ばし屋で知られる姉弟子の穴井と遜色はなく、石井プロもまだ成長期なので体に負担のかかるハードなトレーニングはさせていない。焦らず じっくり行こうと後藤選手にも話している。ただ、本当によく飛びますと将来性に太鼓板を押した。311ヤードを記録した奥も将来有望だ。飛ばすだけじゃダメなんですよね。18番もパーなんでとトータル9オーバー、110位の予選落ちに下を向いたが、近代入学後のトレーニングの成果でスケールアップ。ドライバーの平均飛距離は、 250ヤードくらいと答えたが、横からすかさずゴルフ部女子主将でもある江川が、270ヤードは飛びますよ。彼女が入学するまでは私が一番だったのにと笑いながら話した。同じく予選落ちした江川は初挑戦だった今年のプロテストに失敗。大阪桐蔭高で1年先輩の山下美優を目標に来年は必ず合格したいと誓った。文、薄木隆。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。